か。今日のゲームファイターズも10安打放ったんですが、ホークス勝ちました。そのゲームを振り返っていきます。まずは東浜の立ち上がりでした。初回先頭矢沢をセンターフライ、2番松本剛はここはマスクを押し込んでのファーストファールフライ、清宮歩いてランナー一塁の場面で野村はスイングアウトの3失投、初回を0点に抑えました。さあ2回です。伊藤のピッチング、ホークスの攻め、ランナー2塁1塁で、ここで今宮が送りバントをしっかり決めて、これが350ギラチャンスを広げます。4人目の大記録です。ここでバッター上林の打球はセカンド7番バックホーム、ワンバウンド、杉がうまく吸い上げてタッチアウト。ただこの後甲斐がこのスリット捉えてセンター前、この1点も大きいですね。そうですね、はい、嫌な雰囲気の甲斐のね、はい、フォークボールをうまくこうセンター返しというところでね、いい進展でしたね、はい。さあ4回のここはファイターズの攻めです。先頭清宮ライト前ヒット、続く野村の打球はセンター後方、打球伸びてフェンス直撃、清宮ホームに帰ってこようとするんですが、一旦は判定セーフだったんですがリクエスト判定覆ってアウト。ただその後万波が逆方向、これがツーベースとタイムリーヒット、1対1の同点にファイターズが追いつきました。さあ5回の表の東山、この回は磯畑をセカンドゴロ、伏見はショートゴロ、1番矢沢もスイングアウトの三振と三者凡退に抑えます。さあ5回です。ツーアウトランナーなしから近藤、この打球がライトへ、フェンスを越えていきました。第2号タッチホームラン2対1、これも2アウトの汗からですもんね、大きな一発でした。さあこれは5回のピッチングですが、東山この後エコスの刷新です。7回の表のシーンです。タッチアウト、そしてその裏ランナーを置いてシュートがレフトオーバーのタイムリーツーベース、大会最貴重な追加点、3点目3対1、この1点も大きかったんですが、さらに近藤も続きました。この打球がレフト線上、ラインの上にボールが落ちます。これがエンタイトルツーベース、これもタイムリーヒット4点目。さらに柳田内藤から右中間の真ん中真っ二つ、内藤さんと対して5対1、ここで伊藤が登板という形になりました。そして9回は坂東がマウンドに上がってランナー二塁で真ん波、この打球がセンターへ抜けていきます。タイムリーヒット野村帰って2点目5対2、ただ2アウトになってその後マルティネスはセンターフライで試合終了、5対2、昨日に続いてホークス。